高木豊高木豊高木豊1958年10月22日体は、山口県山口市生まれ、豊富市出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、宇藤左田コーチ、野球解説者、タレントユーチューバー。山口県山口市で生まれる。父親の仕事の都合で転居が多く、福岡県、鹿児島県、愛媛県、福岡県。 北海道帯広市へと転居を繰り返すが、中学3年の2学期に、母方の郷里である、山口県豊富市単身で入り住む。転勤族のため、せめて高校時代は、転校なしで済ませたいという両親の配慮であった。野球では、中学3年時に、北北海道地区で頭角を表し、たた学園高校に進学。の秋季大会では1年生ながら、エース。 三番打者として中国大会まで進む。しかし、準々決勝、初戦で小林誠二、広島、西部を擁する広島高校に完封負け。結局高校時代は甲子園出場を果たせなかった。卒業後は中央大学へ進学し、名称、宮井勝成の指導を受ける。当と大学野球リーグではに一年上のエース、郷坂秀則を擁し、 春季リーグで5年ぶりに優勝。同年の日本選手権でも決勝で総代を下して優勝し、同年から2年連続で日米大学野球の代表にも選出された。リーグ通算107試合出場、402打数115、アンダー、打率、286、日本塁打、28打点、ベストナイン、二塁手4回、115アンダーは、 藤波幸雄の133安打に次いで、リーグ歴代2位。1980年のドラフト3位で、横浜太陽ホエールズに入団し、1年目の輪に、軍監督の須藤豊に鍛えられる。2年目の輪に類種、外野種を兼ねて67試合に先発出場。輪本光雄に代わりに類種に定着、同年から4年連続で、打率3割を記録。に56盗塁で、 トー王を獲得すると、には監督の近藤貞夫の発案で、加藤博和、屋敷かなめと共に、スーパーカートリオを結成。同年より、山下大輔が二類種、高木は遊撃種に、コンバートされる。彼らは、高橋正宏の台頭に伴い、元の二類種に戻る。1983年に知事は右打ちに取り組み、スイッチヒッターとなったが、 右打席の状態が思わしくなく、すぐに左打ち一本に戻している。和打率323でリーグ2位、巨人戦において通算300類を達成。また、失敗も多く投類成功率643は300類以上で歴代ワーストである。1992年オフの契約公開で年俸の交渉がまとまらず、 3年連続3割でアップを主張する高木に対して、球団は前年より貢献度が下がったことを理由にダウン提示年俸調停を申請。この結果、高木は球団の提示額よりわずかな上積みを勝ち取ったが、これが翌年の解雇の要因になったのは間違いないと高木は後に語っている。横浜ベイスターズに球団名を変更したわ。 二類種のロバート・ローズの入団により、開幕から三類種として出場したが、若方及び石井拓郎、神道達也の成長もあり、間もなく一類種にコンバートされる。閉幕まで全試合に出場したが同年オフ、チームの若返り作の一環として、屋敷、山崎健一ら多くのベテラン選手と共に、自由契約を通告される、同オフから、 シルベの FA 制度で巨人から移籍した、駒田徳広獲得のための資金調達の犠牲となったとする報道もあった。の、所属先については、当初、中日ドラゴンズ入りが内定したものの、新外国人選手との兼ね合いで一時獲得から降りたことがもとで後に、白紙撤回となり、その挙句結局は監督の大沢刑事が初、交渉時か出馬するなど終始誠意を見せていた。 日本ハムファイターズに入団した。日本ハムでは左翼手としてプレーしたが、低調な成績に終わり、チームも10年ぶりの最下位に低迷、同年オフに現役を引退。監督の大沢慶治は著書の中で高木について、横浜を自由契約となった高木を獲得したんだが、あいつはもっとやれると思っていた。けど、やっぱり力が衰えてたんだな。打線のブレーキになっちまった。 と記している。現役時代は二度退場処分を受けた。引退後は、サンミュージックと契約し、芸能人に転身。ドラマや、歌番組、料理番組に出演し、撲突なキャラクターとして活躍する。より、フジテレビ解説者となり、野球評論を中心に活動。には、横浜の一軍内野守備、総類コーチに就任するが、ミーティングの内容を喋るなど、 監督の森正明から不評を買い、一年で辞任。彼らは、富士テレビ解説者の活動を再開し、プロ野球中継ベンチ解説などの傍ら、には、アテネオリンピック、日本代表の内野守備、総類コーチを務めた。ヘッドコーチとしてこの年 DNA に、親会社が変更になった、ベースターズに復帰。中畑清が DNA 監督時代昇平した。 唯一のコーチが高木である。2012年9月15日、神宮球場で行われたタイヤクルト戦で、監督の中畑が当時三類類進だった深谷厚志審判員に暴力行為を働いて退場処分を受けたことに伴い、試合終了まで監督代行を担当した。2012年は最下位に低迷し、カラは一軍チーフ兼打撃コーチを担当したが、 10月9日に球団からコーチ契約を更新しないことが発表されたため退団した。なお、横浜 DNA からの退団を機に公式ブログを開設。彼らは富士テレビで3旅解説者を務める。2017年からは STV ラジオの解説者にも就任。2018年にはうつべのチャンネルを立ち上げチャンネル登録者が3万人を超える。 長男の高木俊幸、セレッソ大阪、次男の高木義郎、アルビレックス新潟、三男の高木大輔、レノファ山口 FC は、いずれも東京ウェルディ1969の下部、組織出身のプロサッカー選手であり、ユース時代から揃って、年代別日本代表に選出されるなど、高木三兄弟として注目されていた。そのこともあって、スポルト、出演時には、 サッカー通りの野球解説者として、野球解説だけでなくサッカー解説を担当することも、ある。なお、高木自身もサッカーの名門校、たたら学園出身である。また、三兄弟の父親であるが、としは男児が一人、吉郎は男児が二人おり、いまだに、子供、孫、共に、高木家は女児が誕生していない。1月より、 男性用カツラメーカーアートネイチャーヘア・フォーライフの CM キャラクターを務め出演するテレビ CM が放送されていた。2016年6月札幌・ススキノニ・ガールズ・バーセカンドをオープンさせた。経営は順調らしく2016年12月には都内に2号店をオープンしている。突起ない限りフジテレビ系列の番組に楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。